どうしてもお腹周りが気になる。いろんな腹筋やってもどうしても横だけ細くならない、くびれてこない、そういった方におすすめなスイムバグというのを紹介していきます。今回たったの5回でしっかり効くやり方になります。初級と上級の2種類を紹介していきますので、いろんな方々にやってもらうことが可能です。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。今回の動画を最後まで見てもらうことで、腹筋の中でもかなり下腹に効いて、なおかつ簡単にお腹に効かすことができる、プラスアルファくびれができてくるやり方を紹介します。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの5回でくびれ、下腹に効果的なスイムバグというのを紹介していきます。以前デッドバグというエクササイズを紹介しました。このエクササイズもね、すごいお腹全体に効くんです。ですが今回はその中でも下腹とくびれ、その部分により効きやすいやり方になります。やり方によっては首や腰が痛い、そういった方も多いと思いますので、今回は安心してください。初級バージョンも紹介します。初級上級と2種類やっていきましょう。今回のスイムバグのいいところは、骨盤を外旋して行いますので、お尻を締めて腰を丸めてお腹に効きやすくできます。そして片足に負荷をかけるので、より下腹に効かすことがねできます。なおかつ体をひねるので外腹斜筋にしっかり効かすことができます。この説明だけ聞くとなかなかやり方難しいんじゃないのかなって思うかもしれませんが、やり方はとっても簡単なんです。ぜひ一緒にやっていきましょう。紹介していきます。まず初級編から紹介していきます。今回はあぐらを組んで、このまますねを持って、右手は頭の後ろで、このまま体を横に向けたままで寝っ転がります。この時に手でスネを持つことによって背中を丸めることができます。背中が丸まるとお腹を締めやすいので、より腹筋に効きます。そして体をひねったままでキープするので、外腹斜筋をね効かすことができます。手の力は軽くするほど効きます。初級バージョンはこれで5回ずつ軽く揺れます。ちょっとやってみます。これで1、2、3といった感じで各5回ずつ揺れます。5回の間息は吐き続けてください。これを一緒に各足やっていきましょう。あぐらを組んで、すねを持って、体はしっかり横を向けて、スマホは置いといてください。いきます。5回、息しっかり吐いて、3、2、1、ゴー。1、2、3、4、5。 OK、 反対もいきます。3、2、1、ゴー。 1、2、3、4、5。 OK、 今のが初級編になります。とにかく息をしっかり吐く、お腹をへこます、腰を丸めるっていうことで下腹、そして外腹斜筋に効かすことができます。今回上級続けてやっていきましょう。上級編はあぐらを組んで、手で膝を押さえて、頭は横向けて、こういった状態で5秒キープ。今度は反対にして5秒キープ。5秒間息吐きます。これを左右5回やっていきます。今回は初級は片方ずつでしたけども、上級は交互です。泳ぐ感じです。なので泳ぐ虫、スイムバグと言います。これを一緒にやっていきましょう。組んでる足を押さえることによって、より下腹に効きます。体はしっかりひねっておきます。いきます。3、2、1、ゴー。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。
5、1、2、3、4、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 5、OK。 お疲れでした。上級かなりきつかったと思います。息吐くのがね5秒間ですけども、息をね止めてしまった方っていうのも多いんではないでしょうか。これはしっかり足であぐら組んでるんで、下腹にしっかり効きます。そして体を横向けてますから、片方のウエストは伸ばされて、片方は縮められて、くびれ作りには最適なエクササイズ方法になります。基本的に最近のしてる動画っていうのは、腹筋のね表面、そして腹筋の一番奥、腹横筋を主にのしてる場合が多くって、最近ねこの外腹斜筋っていうのはねあんまり使われるエクササイズがないので、今回ね選択してアップさせてもらいました。今回頑張ってやってみた方、よかったらコメントやグッドボタンよろしくお願いします。今回上級編はねしっかりねお腹がへこんできます。とにかく息はしっかり吐いてください。プラスアルファ体をしっかりひねる、首だけじゃなくてね体全体で体を回しとく。そうすると片方しっかり縮まったもので効きますので、そうやってね意識してやってみてもらえたらと思います。各種 SNS は説明欄にリンクを貼ってますので、よかったらリンクのフォローよろしくお願いいたします。そして Twitter の方ではですね、毎日行うべきエクササイズというのをいくつかね紹介させてもらってます。基本的には毎日紹介してます。なので今日何しよっかなって迷った方はね、 Twitter のリンクをフォローしとってもらったら、今日何したらいいよっていうのがね届きますから、よかったら Twitter のリンクフォローしてもらって、そしてエクササイズをした、もしくは体の変化が生まれてきた、ビフォーアフターがある、そういった方はねハッシュタグでタートルフィットネスとつけてもらって投稿してください。そうするとしっかりね見させてもらってコメントしますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。スイムバグでした。